第17版奥にあるのは第9から16版シカゴマニュアルオブスタイルはシカゴ大学出版局から出版されているスタイルガイドアメリカ合衆国の代表的なスタイルガイドの一つ書籍版とオンライン版が存在するオンライン版の使用には年間購読料を払う必要があるこのマニュアルは1891年に設立された シカゴ大学出版局の内部で使われていた規則集から発展したもので、マニュアル・オブ・スタイルの台で1906年に初版が出版された。この版は50セントで売られ、内容は200ページほどで、その半分が印刷見本であった。1969年に出版された第12版で、内容が大きく改められ、この版によって、スタイルガイドの標準としての地位を固めた。 第12版は15万部以上が売れたが、これは初版から11版までを合計した数にほぼ等しい。1982年の第13版で署名が現在のものに変更された。1993年の第14版では DTP やワードプロセッサが2003年の第15版ではワールドワイドウェブに関する記述が追加された。二千六年には オンライン版の提供が始まった。その後2010年に第16版、2017年に第17版が出版されている。第17版のページ数は書籍版で1000ページを超える。第15版は次のような構成になっている。第1章は本、雑誌、電子出版などの文書構成について。第2章から第4章までは原稿の書き方、 構成の仕方、著作権について。第5章から第11章は、文法、不等点の使い方、単語の使い方、固有名詞の書き方、数の表記の仕方、主要な外国語の書き方、引用文の書き方。第12章は、図版。第13章は表。第14章は、数式。第15章は、略語。第16章と、第17章は、出典。 注釈、参考文献の示し方、第18章は作品について。付録では、書物が出来上がる過程について、概略を記す。ケイト・エル・トゥラビアンによる、シカゴ・スタイル研究論文執筆マニュアルは、シカゴ・マニュアル・オブ・スタイルに基づいた、論文用のスタイルガイドで、2018年に、第9版が出版されている。日本語訳も存在する。スペインのデウスト大学は、 シカゴ大学出版局と共同でシカゴマニュアルオブスタイル第16版をスペイン語向けに直したマニュアルデイスティーロシカゴデューストを2014年に出版した。ありがとうございます。